はい、そうすか、まあ、今回、ね、聞いたモーター65キロ、まあ、山崎智也さんが、はい、京北賞で優勝されたんですけど、はい、まあ、一緒に走ってたんでね、良さは分かってると思いますけど、はい、まあ、ちょっと緊張タイムが崩れてちょっとなんか乗り気がちょっと出ないとか、そうですね、なんか成績はあんま良くない感じだったんですけど、まあまあ、今日前傾乗った感じは、まあ、まあまあいいかなという感じはしましたけどね。半分もちょっと出ていくような感じ、微妙にですけどね、なんか部がいいかなというぐらいで、まあ、飛び抜けていくような感じはしなかったですけど、はい、体幹の部分はどうですか、うん、思いなりにしっかり前を走ったんで、まあまあいいんじゃないかなという感じは持って、まあ、あとはレース行ってみないと分からないですけど、はい、行き足関係も、まあ、うん、全然問題ないなという感じしました、はい、どうすか、まあ、坪井さん、近況、まあ、エドバーでも、はい、リズム的には悪くないのかなと思うんですけども、そうですね、一般戦行くとちょっと悪かったんで、あれですけど、記念は、まあ、コンスタントにやれてるかなって感じはしてるんで、はい、まあ、丸亀はね、本当に前回の京北賞をしっかり整備して、実施された実績もありまして、うん、そうですね、丸亀はいつも結構、成績はいいんで、自信持っていきたいと思います。結構、まさか睡眠相性いいんですか、まだ優勝とかはねしてないけど、まあ、いつも優勝戦には結構乗ってるんで、記念とかでも、うん、その相性の良さを生かしてね、頑張りたいと思います。今年は菊池選手が、ね、ちょっといい感じで来てますね。そうですね、はい、僕も、まあ、県内にいるんでね、やっぱしっかり踏ん張って、やっぱ年末見据えてね、頑張っていきたいと思います。じゃあ、まあ、最後にファンの皆さん一言お願いします。そうですね、せっかくのチャンスなんでね、しっかり落ち着いていいレースしたいと思います。よろしくお願いします。すごい選手でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。